すいません、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。この後11時30分から、お送りをするんですけど、締め縄の受け渡しをしてくださる方を募集しています。大きく上げてください。はい、グーだった人、はい、じゃグーだった人でじゃんけんしてもらっていいですか。じゃあ、向こう、高島さんお願いします。してもらった方、はい、さっきグー出してもらった方集まってください。じゃあ、残った方でじゃんけん、綺麗やな、浅い。うちの動物園でもフェンスに登ったりしていますが、野生でもですね、木に登ったりすることができます。非常に犬の仲間では器用な動物です。だから上を上を目指してですね、来年も頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでここで応援に駆けつけてくれたバリーさんとミキャンの紹介もしたいと思います。こんにちは。バーバリからやってきましたバリーさんです。はい、皆さんご存知の方、初めて見る方いらっしゃるかと思いますが、バリーさんの簡単に紹介します。バリーさん頭につけているのが、しまなみ海道の一番今治よりにかかる橋、来島海峡大橋です。でバリーさんお腹に巻いているのが今治タオルでできた腹巻きです。で造船業が盛んなので、バリーさんお船の財布をいつも持ち歩いています。でバリーさんなんで鳥かっていうと、今治の焼き鳥が有名なので、それで鳥です。はい、ありがとうございます。それで続きまして、ミキャンの紹介お願いします。うちは愛媛県イメージアップキャラクターのミキャンです。ミキャンは愛媛の特産品のみかんと子犬をモチーフにしたキャラクターで、チャームポイントはハートの形のお花とみきゃんを後ろ向いて、このみかんの花の尻尾がチャームポイントです。猫と間違われたりもするんですけど、犬のキャラクターなので皆さん覚えて帰ってください。ありがとうございます。それでは最後に、締め縄のバトンタッチをお願いしたいと思います。ちょっと締め縄を持つのが難しいので、これからは人間代表